このデータだと、とにかくラブドと免疫力がね、まだまだ低いんだよね。で、成長度が上がっちゃうから、成長度を下げるやつ、なんかあったかな？あるね、あるね。でも、ラブドも下がっちゃうからね。成長度下げつつ、あ、ラブドだけ上がるやつとか、こういうのいいね。ちょっと HP の回復、うん、もうしたいんで、サンドイッチ行ってみるか。ハムハム。わーい、サンドイッチだ。ヤノシは何を挟んだやつが好き？僕はハムとチーズかな。うん、シンプルにそれ好きだな。あなたは食べられないではないですか。そうだけどさ、なんだろう、色？なるほど、そういう好みもありますか。では、4134号は？卵、トマト、ゲベロンゼリーあー、卵サンドいいよね。ほほう、卵は豊富な栄養素を含み、一種の完全栄養食品とも言われています。炭水化物が豊富なパンに挟むことにより、栄養面ではさらに資格がなくなります。なかなかやりますね、4134号。さすが私が見込んだ被験体。被験体オブ被験体です。別にそこまで深く考えてないでしょ。被験体オブ被験体って何さ。お、ハンバーグと挟むものコンボか。あ、やば。特殊効果発生したったらこれ。大丈夫か、成長度これ、そうだな、コンボでマックスになる恐れもあるから、先に成長度下げといた方がいいね。ねえねえ、もちくん。はい？ハンバーガーとサンドイッチって何が違うの？どっちもパンで具を挟んだものだよね。難しい問題ですね。基本的にはハンバーガーがサンドイッチの一種であるという解釈で良いと思います。ふむふむ。サンドイッチの中で、ハンバーガー用のバンズで、ハンバーグを挟んだものがハンバーガーですね。じゃあサンドイッチ用のパンでハンバーグを挟んだら？ハンバーグサンドでしょうか。うん。じゃあ、レタスとハムをハンバーガー用のパンで挟んだら？レタスハムバーガーでしょうか。じゃあさ、じゃあさ、このやりとり、意味ありますか？も、ビール、夏、ビールのペイント。ありがとう、人生。ああ、死亡確定しちゃった。ちょっと、やり直そう。ビール下げられて良さそうだね。うん。このビールは材料こそ、であるものの、財団の研究員がこだわりにこだわりを抜いて、再現した一品である。ちなみに担当の研究者は、アルコール中毒のため、現在は隔離されている。やばいやばい。あ、でもなんかコンボ起こっちゃいそうかな。お、ビールビール。バッチ冷えてるよ。宿主、これは何か、お、酔っ払う寄生虫ちゃんとか見れるか？酔っ払った、あれ、なんだろう。なんだか楽しくなってきたぞ。宿主、絡み酒だ。精子をかけた実験中にアルコールを摂取したのはあなたが初めてです。だってあるんだもん、子宮に。41345、おかげで貴重なデータが取れています。あれ、なんだか急に。悲しくなってきた。バッテリー残量も少なくなってきたから悲しい。宿主、宿主。泣き上戸なのか。宿主、ウィー。こら、ウォッチ君。こらー今度は怒り始めました。本当に面白。貴重なデータが取れています。君は僕の宿主にくっつきすぎじゃないかね。くっつきすぎというか、物理的にくっついていますが、許さないぞ。これは僕の宿主なんだから。心臓とほぼ一体化しているあなたほどくっついていないと思いますが。でね、そう、その通り。宿主のハートは僕のもの。ダブルミーニングだよね。だよね。物理的にそうだね。フラグ、酒の失敗。ハウア、なんだか急に酔いが覚めてきた。恥ずかしい。なんかすみませんでした。ごめんね。恥ずかしさのあまり絶叫。酒の失敗。コーヒーとハムエッグのペイント。おお、いいね。朝だよ、朝なんだよ。むむ、
設備定期点検の時間です。稀に致命的な化学物質が噴出したり、誤動作により攻撃される場合があるので動かないようにしてください。なんと。食べ物をビューンと飛ばすのは誤動作じゃないの？設備管理部に修理を要請します。修理完了までの数日間、41345号への支給品は停止されます。え？それじゃあ宿主が死んじゃうよ。私としても実験に悪影響が出るのは本意ではありませんが、やむを得ません。直せる気がする。え？はい？僕、なんだか直せる気がするよ。メガネつけてるし。ちょっと待ってて。そんなわけが。むむむむむのほい。未知の現象を観測中。これは、この神々しさは。ほー、ちょりゃー。ちょいそー。いや、あんまり神々しくはないですね。治った。多分、どやー。なんと、動作テストを実施します。どうやら本当に修理されているようです。設備管理部への要請を中止。支給品の供給は今まで通りです。よかったー。よかったね、宿主。実験の経過はかつてないほどに良好。我々は究極の目的へと確実に近づいています。さあ、41345、実験を続けましょう。やったね。で、成長度上げないように気をつけつつ、一回駆虫薬入れちゃうのもありだけどね、ラブ度下がるけど。絵本だったらラブ度だけ上がるから、良さそうかな。赤ちゃんがどうやって生まれてくるのかを描いたロングセラー絵本。赤ちゃんが生まれる日のことを小さな子供に分かりやすいように描いている。コウノトリかな。食事じゃなく本では腹は膨れないけどいいのか。赤ちゃんセイハロー。絵本？初めて見たよ。支給品としては長らく存在していますが、実際に支給したのは初めてです。さすがですね、41345。僕字は読めないんだ。読んで読んで。すごいね、人間はこんなに大変な思いをして生まれてくるんだね。もうなんていうかさ、寄生してごめんなさいだよ。謝られた。僕みたいな得体の知れない実験生物が寄生するなんて、ほんとおこがましいよね。ほんと。君も生きてる。自信持っていこう。どっちでも良さそうだね。君も生きてるよ。僕らはみんな生きてる。僕も、生きてる。そっか、そうなのか。な。でも、きっと多分、人間みたいにお母さんが頑張って産んでくれた感じじゃないと思うんだけど。っていうか僕、どうやって生まれてきたんだろう。なんかこう、試験管みたいなところでブクブクってやって作られた感じかな。あの間違って出た台座を見ると召喚されたって感じかな。ねえ、もちくん。機密事項です。そうだと思ったよ。でもどうせ聞いたって理解できないような電気とか薬でパチパチブクブクってやって作ったんでしょ。ノーコメントだ。言えない内容なんだろうな、本当に。でも今の好感度だったら教えてくれてもいいよね。サラダいいね。うん。生命力と成長度が上がらないやつを、うん、選んでいこう。まあでもコンボが怖いけども、まあやり直しはできるんで、うん。現代においては生の野菜を入手することは困難であるが、支給品のサラダに使われている野菜類は財団の野菜工場で生産された本物であり、相当職員の惜しみない野菜への愛情を感じることができるかもしれない。やったー。コンコン、いい盛り付け。おお、ベジタボー、ベジタボーだね。なんていうか、すごくヘルシーな感じがするよ。なんだか偉いね、宿主は。なんていうか、今まで支給品でサラダを頼む人っていなかったからさ。もはやね、死ぬ身であったら食いたいもん、カロリーのすごいもんとかみんな食ってたんだろうな。ラーメンばっか食ってたってやつもいたし。ねえ、もちくん。そうですね。被験者は肉を好む傾向があります。寄生生物への影響を恐れ、で、アルコールを摂取する人もいません。さっき飲んだ。あえてサラダを選ぶ人間は初めてです。担当の職員も喜ぶでしょう。担当？サラダ担当の人がいるの？サラダではなく、野菜の栽培担当です。野菜類は絶滅しかけているので、専任の担当者が栽培しています。栽培？畑みたいなのがあるの？見てみたい。畑ではなく、野菜の工場ですね。特別製の培養液と LED で、最大効率で野菜を育てて収穫できます。
まあ味と栄養がちゃんとしてるんだったらそれでもいいかな。ふーん、野菜を育てるって大変だね。感謝、作ってくれた農家の方に。農家ではない。感謝、財団のせいでこんな目に遭ってるのに。でもそっか、その人のおかげで美味しいサラダが食べられるんだもんね。ありがとう、サラダ担当の人。サラダではなく以下略。そうそう、それ。食べ物を作ってくれる人に感謝の気持ちを忘れないなんて宿主は偉いよ。みんなへ向けてのメッセージでもあるね。寄生生物は41345の親に感謝しなければなりません。そうだね、ありがとう、宿主の親の人。だから別に宿主も食べ物だと思ってないし。無数思ってないよ。ほんとかな。実際支給したのは、うん、初めてだね。ガスマスクさんをね、呼び出すために使ったやつはカウントはされないんで。はあ、なんだか頭がすっきりしてきたよ。なるほど、宿主のカフェイン摂取は寄生生物にも一定の効果があるようですね。実に興味深い。今ならどんなに難しい問題でも解ける気がする。では試してみましょう。 1+1 は2。いいですね。 9×9 は81。おお、素晴らしい。ではは難しいですか。では文章問題にしてみましょうか。人類と接触する可能性のある地球外生命体の数を推測する方程式を作ってください。はい。ん、それほど数学的能力の向上は確認できませんね。8歳児程度と推測されます。9歳以降の能力を確認する問題あった。財団の予想によると、寄生生物が完全に成長すればスーパーコンピューターを凌駕するほどの高い知能を獲得できます。怖い怖い。スーパーコンピューター、何それ、すごいすごいね、宿主すっごーい。だよね。ええ、早く8歳児からスーパーコンピューターに成長できるように頑張ってください。うるさいな。僕がスパコン並みになったらきっとぼちくんなんてイチコロだよ。確かに最終形態になったらね、みんなイチコロだったからな。スーパーコンピューター程度の能力で脱走は不可能です。そうなのか。私を含む実験チャンバー内の環境は財団のスーパーコンピューターを使用し、あらゆる手段を用いた脱走のシミュレーションを実施済みです。今時スーパーコンピューターなど珍しくもありません。我々が目指すのはさらなる高み、科学、ひいては人類の最高到達点なのです。よくわかんないなぁ、もう。あなたには最高の成果を期待していますよ、41345。死亡に注意。始まる。さあ、連打タイム。ここに到達する前にね、だいたいエンディングの方に行っちゃってたから、この4回目かな？うん、初だね。え、発作レベル無駄な抵抗。いや、余裕じゃん。お、発作時間の短縮。そして寄生虫ちゃんの応援。まだまだ余裕ですね。ヤノシ、これは生命の危機。こっちは猫の知事。いえ、生命活動に問題はありません。人工呼吸とかした方がいいかな。しよ、した方がいいね。いえ、生命活動に問題はありません。じゃあ仕方ないから、ここは僕が。いえ、生命活動に問題はありません。くそー、邪魔しやがって、ぼっちくんめ。4つの瞳に恋しているのペイント。おー、ローストチキン行ってみようかな。ちょっとね、成長度怖いけど。鶏に下処理を施した後、丸ごとオーブンで焼き上げた料理。あえて切り分けずに調理することにより旨味が逃げにくく、またこんがりと焼けた皮の味、香ばしさを堪能することができる。いいね。今度はちゃんとね、調理された方が。ドスン。丸焼き、すごいね。今の時代にも丸焼きにできる鳥が残ってたんだ。これは食料複製装置による料理の再現です。
生きている鳥は貴重なので、支給品にはできません。残念。じゃあ、生きてる鳥もいるってこと？はい。ただし、厳重に管理されているため、この実験チャンバーに入ることはありません。そっか、見たかったな、バード。てきん、いつか見れるさ。そうかな、そうかもね。いいえ、この実験チャンバーはレベル13特別危険区域に指定されており。うるさいな。いいんだよ、細かいことは。細けえことはいいんだよ。ねえ、宿主。むむむ。きっと見れるよね。その時は、宿主と一緒に見られたらいいな。あ、いかん。大人チキンコンボ。特殊効果。ああ、よかった。成長度は上がんなかった。うん。肉と、酒。なんだか、とっても体に悪そうな。でも、逃れられないケミストリーが起きているのを感じるよ。41345のストレスが軽減され、それによって免疫が上昇しているのを観測しました。うん。人間にはこういうのが時々必要なんだね。きっと、つまりこれは。優勝！ふふ、どっかで聞いたことがあるわね。やだ、美味しそう、やだ。優勝。何かの競技大会が行われていたのですか？そうじゃないけど、なぜかこういう時にふさわしい言葉だって気がしたんだ。だってこれは、ビールと肉。つまり、優勝！はい、同点。よくわかりませんが、ストレスが軽減されたので、うん、ストレスはね、砂漠そうそうされたよ。軽減されたのがあればよかったですね。いいね。そういうネタを盛り込んでくる。じゃあ、ここまで来たんで、ラブ度がね、うん。ちょっと上がって、かつ、成長度も上がるやつにしよう。その状態で一旦、うん。エンディングを見てみる。キャロリーウェイ、ラブ度が上がらない。ラブ度もいい感じに上がるやつね。あ、ピザ、いいね。これは何？パン？ピッツァの方かな、これは。ピザでなく。ピザという食品です。丸いね。そうですね。この丸い生地を作るには、生地を空中で回転させる失われた技術が必要でした。そこで、ピザ担当の研究員たちは、長年の修行を行い、ようやくこの本格ピザを再現することに成功したのです。研究員の人たち、頑張ってるんだね。あれ？でもそれってさ、はい？研究員の人たちがいなくなったら、また技術がなくなっちゃうよね。そうですね。そこで財団では、担当の研究員のうち、1名を冷凍保存しています。はい？これで技術を半永久的に残すことができました。すげえ、てかその人大変。その人はそれでいいの？技術の保存は、最も重要な目標の一つです。なんか、ハウトゥー動画とか残しとけばいいんじゃないの？研究員の意思は関係ありません。かわいそうだよ。せっかく練習したのに、もしくはこの時代だったらさ、なんか脳に直接さ、埋め込んだりして、ね、技術を習得させるとか、なんかありそうな気がするけどね。誰にもピザを作ってあげられないなんて。あとなんか VR 的なものでさ、感触のある VR みたいので、ね、シミュレーションでやることはできそうだね。練習。難しいね。まあでも、寄生虫ちゃんっぽいんだったら上かな。そうだよ、そうだよ。どんなにすごい技でも使わなかったら意味ないじゃないか。一理ありますが、ことはそう簡単ではありません。重大なプロブレムがあるのです。問題？材料が貴重すぎて、気軽にピザなど作れないのです。それこそシミュレーションでね、なんとかなりそうだけどね。そっか、それはそうだね。ですが、活用しなければ意味がないという言葉には説得力があります。せっかく身につけた技術ですから、何らかの方法で活用し、継承していけるのが最善でしょう。ピザを回す技術の活用、なんだろう？その回転力を活用したピザ発電などが案として上がっています。大変すぎんだろう。それは、なんか違くない？さあ、これで。成熟。ただね、今回ラブ度を上げてあるんで、宿のしラブ度計測中。基準を上回りました。
素晴らしい。寄生生物の成長はポジティブな方向に向かっています。これはあなたのおかげですね、41345号。それはそうだよ。だって、僕、宿主が、大好きだもん。寄生生物による急速な侵食が発生しています。大丈夫ですか、41345号。宿主、頑張って、頑張って。でも、免疫力は、下がってないんで、まあ、このルートのエンディングもあるんで、なんということでしょう。形態変化に問題が発生しました。ちょっとビフォーアフター見ないと。このままでは施設が崩壊してしまいます。残念ですが、寄生生物の終了プロトコルを要請します。通信に問題が発生しています。緊急事態です。4134号の細胞が、ほにゃらりろに変質しています。危険。宿主、さようなら。ここで私の意識は途切れた。その後施設が、いや、世界がどうなったのか、私にはわからない。進化失敗。まあ、バッドエンド的な内容だね、これも。お疲れ様。今回はエンディング2でした。最終進化に失敗するとこのエンディングに到達しますと。まあ、失敗は失敗だけど。育ててくれてどうもありがとう。あと5個か。半分いったね。